はい。なんか声が出てないね。カップ。どうした？一緒に行ってみる？ね。いいよ。ちょっと首輪するの忘れてました。エアタグね。はい。じゃなくて首輪だけ。行こうか。はい。かわいい。ね。カップ。カップちゃん。はい。はい。はい、カップちゃん。元気？なんか喘息みたいなね、音聞こえるんですよ。カプちゃん。カプちゃん。ね。なんやろね。はい。病院に行ってきました。まあ、一応ね、風邪の症状かなということで、吸入、まあ、ボックスに入れて、この煙が出るやつね。吸入と注射2本打ってもらいましたね。で、今のところ風邪の疑いがあると。もしかしたらね、肺炎とか心臓の病気もあるかもしれないので、一旦、吸入を3日間して、それでも治らなかったらレントゲン取って心臓とか肺とかの病気を、調べていきましょうっていう形になりましたね。はい。と、まあなんでまた明日明後日吸入行くのと、あと毎日1日4回かな。まあ、鼻水、あとは涙ですね。の薬を、もらいましたんで、それを鼻の、まあ、それを鼻の穴に入れてやるという、目薬みたいなのもらいました。はい。まあ、何事もなくね、風邪だったらいいんですけどね。うん。まあまあまあ、治療していきましょう。はい。お疲れさん。お疲れ様。ちなみにですね、今、桜の木の下にいるんですけどね、
めっちゃ雨ですね、はい。まあ、カプちゃんはそれどころじゃないっていう感じですね。はい、まあとりあえず、まあ、病院行ったんで一安心っていう感じですかね。まあ治療していきます。はい、はい、ただいま。あー、行くぞ。おー、よいしょ。はい、おかえり。大丈夫？はい。はい。おうちよ、おうち。おうちです。おうちよ。あ、どこ行った？思い出した？はい、ではですね、お花の薬をあげていきましょうかね。はい、ロメワンという薬ですね。まあ目が出る子も鼻が出る子も使えるらしいです。はい、まあなんでね、チャチャさんも目が出るんで、チャチャさんにも使って大丈夫。カプちゃんのお花に入れます。はい、頑張って。オッケー。はい、かわいい。なんか鼻詰まりよね、なんか。俺と一緒やね。オッケー。はい、行ってらっしゃい。はい、いて、やめて、やめて。よいしょ。はい、こっち向いて。チャチャさんは目が出ますからね。もう全部猫風邪ですよね。はい、はい、OK。 はい、 OK。はいはいはい、やだやだ。はい、 OK。 はい、どうぞ。まあこれで様子見ましょう。ご視聴ありがとうございました。